ありがとうございます。胡弓演奏家の木場大輔と申します。たった今演奏させていただいたのは、毎年9月1日から3日まで、富山県の八尾というところで行われている越中八尾おわら風の盆の中で演奏される越中おわら節という曲でした。三味線歌とともに胡弓が活躍する祭りとしても知られています。次にお届けする曲は、古典の箏曲お琴の音楽の中から乱れという曲をお届けします。